いや、でも貨物輸送船にミサイルは、まあ、ないですよね。このミニフィグ宇宙探査ロボでもすごい合ってたので、これ絶対乗ると思います。なんか本当にマリオのゲームに出てきそうですね。皆さんこんにちは、人生のリコブリンだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター宇宙探査ロボの続きになります。前回の動画で宇宙探査ロボを組み立てました。この宇宙探査ロボの完成度が高くて、さらに稼働する部分も多くてとても良かったです。であとは付属するこちらのエリアもすごい良かったです。はい、今回の動画では宇宙探査ロボから貨物輸送船に組み替えます。はい、宇宙探査ロボの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは貨物輸送船に組み替えます。はい、完成、貨物輸送船です。おお、この貨物輸送船もなかなかかっこいいです。まずはこちらのエイリアンから見ましょう。全体はこのようになってます。宇宙探査ロボのエイリアンと違って表情が違ったり、あとは歯のパーツもありません。このエイリアンは前回作ったエイリアンと同じで、腕と足が動きます。これなかなかいいな。はい、では続いてはこちらの貨物輸送船を見ましょう。これはロボ好きの僕から見たら、これはなかなかかっこいいです。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席です。操縦席に関しては以前作った宇宙探査ロボと若干似てます。ここの部分はライトだとわかるんですけど、これなんだろう、まさかこれミサイル。いや、でも貨物輸送船にミサイルはまあ、ないですよね。はい、そして貨物輸送船特有の2本のロボアームです。ロボアームに関しては結構簡単な作りになってます。はい、そして貨物船の4本足はこのようになってます。4本足の造形は結構シンプルに作られてます。はい、そして荷台部分はこのようになってます。
ちなみにこれは何かというと、僕もさっぱりわかりません。多分宇宙探査ロボに作ったクリスタルじゃないかなって思います。はい、では続いては可動部分について説明します。まずこのロボットアームがボールジョイントになってますので、このように動きます。何回も言ってるんですけど、ボールジョイントあるだけでもうすごい動くのいいっすよね。そしてここのハッチの部分が開きます。足はこのように上下に可動して、さらに回転もします。はい、可動部分を生かしてポーズを取らせるとこんな感じです。4本足に関してはそんなに動かないんですけど、2本のロボアームが結構可動するのでこれもすごいです。はい、では続いてはこちらのエイリアンを貨物輸送船に乗せることができます。乗せ方は前回作った宇宙探査ロボと一緒です。ちょっと、おお、すごいフィットします。これはすごい。はい、乗せてみるとこんな感じです。いや、このレゴクリエイターはほんとすごいな。では続いては大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。おお、おおよそミニフィグが乗ってもそんな違和感ないかもしれない。後で乗せてみようと思います。では続いてはレゴマリオと比較するとこんな感じです。なんか大きさ的にマリオが乗っても違和感ないかもしれない。これも後で乗せてみます。はい、では続いてはこちら、前回作った宇宙探査ロボと並べるとこんな感じです。宇宙探査ロボ隣に並べたら、今回作った貨物輸送船が宇宙探査ロボのサポートメカみたいになっちゃいますね。まあでもカラー的にすごい合ってますので、これはこれでいいかもしれない。はい、では続いてはミニフィグが貨物輸送船に乗れるか検証したいと思います。ではまずはレゴクリエイターサイバードローンについてくるこちらのロボットのミニフィグを乗せます。このミニフィグ宇宙探査ロボでもすごい合ってたので、これ絶対乗ると思います。よっと、おお、乗せられます。このままハッチを閉じれば、はい、今回も問題なくミニフィグを乗せることができます。あの宇宙探査ロボの動画でも言ったんですけど、このサイバードローンについてくるロボットのミニフィグがめちゃくちゃ似合います。いや、これはかっこいいな。では続いてはこちらのミニフィグを乗せます。ヘッドパーツに当たるかちょっと心配だな。よっと、あ、ちょっと干渉しちゃいますね。ただこれハッチが閉じれば、まあ、問題ないのでいけるでしょう。おー、はい、こちらのミニフィグも乗せることができます。髪型や帽子のある一部のミニフィグはこのように前傾姿勢になっちゃうので、基本的にはサイバードローンに入ってくるミニフィグが推奨ですね。まあ、無理だと分かっても、まあ、乗せます。はい、無理です。では続いてはこちらのレゴマリオを2台に乗せます。2台のスペース的に絶対レゴマリオが入ると思います。では乗せましょう。おお、はい、なんとレゴマリオを乗せることができます。いや、これすごいな。あの、先ほども言ったんですけど、荷台の大きさ的にすごいフィットするので、いや、これはすごい。ついにレゴマリオが乗せれますね。いや、これはすごい。なんか本当にマリオのゲームに出てきそうですね。で、ここで先ほどのエイリアンを乗せます。うわー、やっぱこのレゴクリエイター本当にいいな。はい、レゴクリエイター宇宙探査ロボの貨物輸送船はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター宇宙探査ロボを貨物輸送船に組み替えてレビューしてみました。前回作った宇宙探査ロボに次いでこの貨物輸送船もとても良かったです。この貨物輸送船は前回作った宇宙探査ロボと比べて若干稼働に制限はあるんですけど、宇宙探査ロボでミニフィグが乗れたり付属するエイリアンも乗せられるので、これはすごいと思いました。で、さらに2台にレゴレゴマリオを乗せられるのが本当にすごいと思いました。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画では貨物輸送船からメカスーツに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ。Hehehe